彼が決めたことに対しては、ですね私はこれで良かったなと、ある意味カープの球団としても、西川選手にとっても、やっぱり私は両方にとって良かったと思うんですね。そういうとカープファンの人は、あなた何を売るんやと言われるかも分からないんですが。